全然ライトではなくて、こんにちは、リコットです。さて、最近星空見ていますか？近頃お家での時間が長くなっているかと思いますが、星見ていますでしょうか？このチャンネルでは、家からでも見えるような街明かりがあるところでも見えるような明るい星をメインに扱って動画を制作しています。でも、もっとたくさん星が見たい、そう思ってる方きっと多いと思います。綺麗な星空の画像だったら検索すればたくさん出てくるとは思うんですが、今見えている明るい星の周りにはどんな星座、どんな星があるのか、そういった自由な操作でかつ綺麗な星空を見てみたい、そんなあなたの願いを叶えてくれるのがこちら、天文シミュレーションソフト、ステラナビゲータライト。今回はこちらのステラナビゲータライトを紹介したいと思います。この後実際にソフト使いながらお話しいたします。ステラナビゲータライトは2021年7月20日に株式会社アストロアーツから発売されました。もともとライトなしのステラナビゲータっていうソフトが30年前くらいから発売されておりまして、今ではアップデートを重ねてステラナビゲータ11が発売されています。で、それで今年7月にステラナビゲータライトが初めて発売されたんですね。で、最初に言っちゃうと、星空とか星座っていうのを気軽に楽しみたい、そういった方にはこのステラナビゲータライトで十分だと思います。で、しかもライトなしのフル版ステラナビゲータ11よりも相当安くなってるんですね。価格については後で詳しく説明いたします。ということで、早速ステラナビゲータライト使っていきましょう。ということで、こちらがステラナビゲータライトを起動して星図、星の地図、星図モードっていうものを起動した画面です。今は2021年10月8日20時午後8時の星空がここに表示されているんですが、まあ、ここまでは他のいろんな天文シミュレーションソフト、星空のソフトと言われるものと同じだと思います。で、まず早速もうおすすめしたい機能を紹介しますが、この恒星という中ににじみ星っていうものがあるんですね。にじみ星、早速オンにしますよ。せーの、はい、なんかわかりました？ちょっと一旦オフにしましょう。もう一回にじみ星、これ今オフです。にじみ星をオンにするとこうなる。ちょっとなんか星がぼわって明るくなったように感じたかと思います。文字通り星がちょっとにじんで、このちょっと大きく見えるというか、で、そのにじみ具合っていうのも調整できるんですね。近くに数字がありまして、今 1.0 なので、数字を 1.567 と、あ、だいぶ変わったかと思います。今 2.0 にしてみたんですが、こんな風に星をにじませるっていうことができるんですね。で、もっと大きくなるんですけど、ちょっとここまで来ると、まあ、くどい感じがするので、大きさは 1.5 くらいにしますかね。で、そうするとこうかなり星の明るさの違いとか色の違いっていうのがさっきに比べてよくわかるようになったかと思います。で、これの方がなんか綺麗な星空って感じしますよね。で、このにじみ星の機能が他のソフトにありそうでなくて、なかなかない機能だと思うので、本当にこのにじみ星オンにするだけで非常に綺麗な星空が映し出されます。ということで、もうこの時点で買いだなというふうに思うんですけど、とにかくにじみ星、ぜひですね、やってみてほしいと思います。で、じゃあせっかくなので、この状態で秋の星座見てみましょう。秋の星座といえば、秋の四辺形と呼ばれる4つの星の並びの形です。要するに四角形のことなんですけど、今、南の星空を表しているんですね。で、南の星空、この時期の午後20時だと、まあ、大体頭の真上くらいにあります。で、ちょうどこの今画面の上端くらいが、まあ、頭の真上くらいかなと思っていただくと、すでに秋の四辺形が見えていると。じゃあ秋の四辺形、まあこの中でも、まあ、明るい星結構たくさんありますが、その中で秋の四辺形というものがどこにあるのか、ここでもステラナビゲーターライトの機能を使います。星座というメニューの中に目印っていうところがあるんですね。これを早速押してみましょう。すると、せーの、はい、あ、ありましたね。左上の方に秋の四辺形と書かれた4つの星を並べた線が書かれていると思います。で、右の方に若干目を移すと、夏の大三角もまだ見えているんですね。こんな風に星の並び、目印を表示してくれるのがステラナビゲーターライトの大きな特徴のもう一つ目だと思います。
で、この機能もなかなかないと思うんですね、他のソフト。例えば私が使っているソフトって他に三鷹とかスペースエンジンっていうのがあるんですけど、それでは、まあ、三鷹は最近できるようになったんですが、まあ、他の私が使っているソフトでは、まあ、ここまで出せないんですね。で、右下の方にいて座のティーポットとか、なんと6星座とか書いてあるんですけど、ここまでちゃんと目印を出してくれるのは、なかなかないです。秋の四辺形といえば、ペガスス座の近くにある星なんですけど、ペガスス座の星座の名前を出すこともできるし、星座の線、星座の絵を出すこともできると。で、もちろん境界線を出すことだってできるということですね。このように他のソフトにもあるような標準的なソフトはもちろんできます。さて、そうして今星座を見てきたわけですが、ちょっと他の操作もしてみたいと思います。で、今星座のちょっと名前とかは全部消したんですが、上のバーに流星っていうのがあるんですね。要するに流れ星。流れ星と書いて流星と読むんですけど、流星の中に四分儀ベルセウス双子って書いてあるところがあるんですね。これは三大流星群と呼ばれる、流星群ってたくさんあるんですけど、その中でも特に安定して見やすい、見られるようなものを三大流星群、四分儀座流星群、ペルセウス座流星群、双子座流星群と呼んでいるんですけど、ペルセウス座流星群をやってみたいんですが、じゃあ一旦オンにしましょうか。で、2021年のペルセウス座流星群の極大、まあ、活発になる時間が、2021年8月13日の午前4時頃というふうに言われてたので、そのあたりまで時間を動かしましょう。で、今、左側に日時っていうものがあるので、まあ、ここから言ってもいいんですが、今はそのやり方じゃなくて、この今、日付と時刻が書いてあるところを、なんとクリックしたりすることで、日付、時刻ずらすことができるんですね。左クリックで進む、右クリックで戻すということになるんですが、それを使って、8月13日の午前なので、12日の深夜。ということで12日から時間を1時間ずつ進めまして、まあ、このくらいにしましょう。8月13日の午前2時に時間をずらしました。ここでこの上のメニューの中に出現確率っていうのがあるんですね。で、今 1.0 倍になってるんですけど、この出現確率をなんと上げることができるんですよ。で、こんな風に1から、まあ、0.1 ずつ刻みでいくんですけど、これ多分1000倍まで上がるんで、ちょっと欲張りで1000倍がマックスだと思います。で、これを確率1000倍にしました。普段より1000倍多く流れるみたいなイメージだと思うんですが、で、これで時間をちょっとずつ進めるっていうことができるんですね。なので、それで時間を進めてみましょう。で、ちょっともう少し広い範囲を見ましょうか。今秋の四辺形が、この時期も真夜中には秋の四辺形見えていますね。今南の空のかなり高いところを見上げている様子なんですが、ここで今流星のペルセウス座流星群の出現確率1000倍にしました。これで時間をどんどん進めてみましょう。ここに再生ボタンというのがあって、これを押すと時間が進んでいきます。ということで、画面よく見ていてください。いきますよ。はい、そうすると、かなり来てますね。今流星群らしき、流れ星らしきものが流れているのがわかると思います。で、これはちゃんと放射点とか出してあげれば、ペルセウス座流星群かどうかっていうのを確かめることができるんですが、まあ、ともかくこの機能を使えば、もう1秒に1回どころじゃないですよね。もう何十個も流星群が流れているっていうことがわかると思います。こんな風にシャワーのような流れ星を浴びるということができるのも、このシミュレーションソフトならではの機能だと思いますし、この出現確率を上げるの他のソフトでできるんですかね。なので、こういったソフトができるのも、こういった操作ができるのも、セラナビゲーターライトならではかなというふうに思います。ということで、もう午前4時を過ぎて、だいぶ明るくなってきましたね。明るくなってもまだ見える。明るくなってもまだ流れているくらい。それくらい、出現確率が高くなっているということになっています。さて、こんな風にいろいろと操作してきたわけですが、今マニュアルとか、もうほとんど何も見ていないんですよ。この上のメニューにいろいろと文字が書いてあるので、やりたい操作っていうのをこの文字の中から探して、こうクリックすればいろいろとできるということになっています。なので、このメニューのだけ見ても本当にたくさんの機能ができるんだなっていうことがわかると思います。で、一つ特徴的なのが、この視野、斜野と呼ばれているメニューがあると思います。これもちょっと押してみましょうか。そうすると、今、視野円っていうのを表示させたんですが、真ん中に丸が出てきたと思います。今、視野円7度。要するに見える範囲ってことなんですが、
まあ、この丸が7度だよっていうことを表示させることもできます。で、もともとステラナビゲーターをはじめとしたステラシリーズっていうのが株式会社アストロアーツから出されてるんですけど、ステラシリーズっていうのはもともと星空の写真を撮るのに適したソフトで発売されていたと思うんです。ステラナビゲーターを使って撮影の計画を立てる、ステラショットを使って撮影をする、ステライメージを使って画像処理をする、こういう風に写真を撮ることに関してはほとんど全ての機能をサポートしてくれるようなアイテム、それがステラシリーズだったんですね。なのでこのステラナビゲーターの中にも撮影に使えるような機能も備わっている、そういうことになっています。でも正直結構値段高かったんですね。なので、まあ、撮影の一歩手前で、まあ、星空とか星座とか気軽に楽しみたい、そういった方たちのためにライトシリーズ、特にステラナビゲーターライトが開発されたそうです。ここまで見てみるとステラナビゲーターライトとは言うんですけど、全然ライトではなくて、ライトと呼ぶにはもったいないほどの機能がたくさん備わっている、そんなソフトがステラナビゲーターライトなんですね。で、フル版ライトなしの方になると、もっと詳しい設定だとか、それこそ写真撮影の設定だとか、あと天体望遠鏡の操作とかもステラナビゲーターではできるようになるそうです。なので繰り返しですが、星座とか星空とかを気軽に楽しみたい、まずは気軽にかつしっかりといろんな操作をしてみたい、そういった方にはステラナビゲーターライトを強くおすすめしたいです。で、肝心の価格、お値段なんですけど、まずフル版ライトなしのステラナビゲーター11は、価格は 16,500円だそうです。で、さっき見てみたら、2021年10月この動画が出た時点ではなんですけど、今は特別価格で税込み 13,200 円で発売されているそうです。で、そもそもステラナビゲーターっていうソフト自体が、その天文シミュレーションソフト界、この天文シミュレーションソフトの中でも大御所的存在だと思うんですね。まあ、そう思うとこのくらいのお値段になるのは、まあ、妥当なのかなと、まあ、むしろ安すぎるくらいかなとは思うんですけど、まあ、それでも 16,500 円、まあ、安いとは言えない価格じゃないかなとは思うんです。その一方でステラナビゲーターライトはパッケージ版、このような DVD のものが税込み 4,950 円、そしてダウンロード版が税込み 4,455 円だそうです。なんとフル版の半額以下のお値段なんですね、まあ、ほぼ3分の1くらいですよね。価格もライトになっているということなんですけど、値段の詳細に関してはステラナビゲーター、またステラナビゲーターライトのウェブサイトを見ていただきたいんですが、本当にこれ1本持っておくだけで星空を楽しみたい、そういう方には本当に十分すぎるほどのソフトになっていると思います。ということでステラナビゲーターライトを使って紹介してきたんですが、ちなみに他のソフト、このチャンネルで使っている他のソフトのお話をしますと、国立天文台の三鷹、あとスペースエンジン、これらを主に使っているんですが、国立天文台の三鷹はまずフリーソフトです。Windows のパソコンで無料で使うことができるんですが、まあ、三鷹は星座を見ることもできるんですが、三鷹のメインは宇宙空間モードと呼ばれるものなんですね。宇宙に飛び立って太陽系の姿だったり、宇宙の進化とか宇宙の未来っていうものの、まあ、研究成果を 3D で表したっていうものが三鷹になっています。まあ、なので三鷹の売りは宇宙空間モードかなというふうに思っています。で、このチャンネルでもオリオン座の線をぐちゃぐちゃにしてみたっていう動画で三鷹の宇宙空間モードを使っていますので、ぜひご覧ください。そして2つ目、スペースエンジン。スペースエンジンは有料です。2570円で Steam で私は買ったんですけど、星座の機能そこまで多くはないです。地球から見える星空っていうのも、まあ、ただ単に地球に降り立っただけの映像っていう感じなんですけど、で、宇宙を自由に動くっていうソフトならスペースエンジンかなというふうに思います。三鷹は太陽中心に遠ざかるとか、天の川銀河中心に遠ざかる、そういったことはできるんですけど、例えばスペースエンジンなら前進するとか左に曲がるみたいなことが簡単にできるのがスペースエンジンになっています。まあ、なので、宇宙を遊泳、自由に泳ぐ、そういった目的ではスペースエンジンがいいかなというふうに思います。で、こちらの機能は
織姫と彦星を連れてデネブに挨拶しに行くっていう動画を制作していますので、そちらもぜひご覧ください。こういう風にステラナビゲーターライトも三鷹もスペースエンジンそれぞれに得意な場所があるかなという風に思います。でその上で地球から見える星座とか星空に特化しているのは圧倒的にステラナビゲーターライトかなという風に思います。そして皆様に大切なお知らせがございます。なんと天文雑誌月刊星ナビに私が書いた記事がなんと掲載されました。やったー。その名もステラナビゲーターライト天文 YouTuber が使ってみたというタイトルの記事になっています。で中身はちょっと見せられないんですが、44ページから6ページにわたった記事を執筆いたしました。この月刊星ナビの記事ではステラナビゲーターライトの他の機能だったりそういった詳しいことを画像付きで解説しています。でそもそも月刊星ナビっていうのが株式会社アストロアーツ、あのステラナビゲーターライトを作った会社と同じ会社が販売している雑誌なんですね。この記事の執筆にあたってアストロアーツの皆さん、特に星ナビ編集部の皆さんには大変お世話になりました。ありがとうございます。そんな星ナビ2021年11月号発売は2021年10月5日ということで、すでに発売されております。本屋さんの雑誌コーナー、多分サイエンスみたいなコーナーにあるのかなと思うんですが、ぜひご覧ください。また星ナビ電子版もあるようなので、そちらでもぜひご覧ください。そしてさらにアストロアーツさんの YouTube チャンネルで実際に私がステラナビゲーターライトを使った動画が公開されております。そのリンク概要欄に記載しておきますので、そちらもぜひご覧ください。でまたアストロアーツさんの YouTube チャンネルの中に星ナビ見どころ動画というものがあります。2021年11月号星ナビの見どころという動画に私も出演しておりますので、そちらもぜひご覧ください。そしてもう一つお知らせがございます。これで最後です。リコットの天文学スタジオ、なんとステラナビゲーターを使った季節の動画を制作いたします。こちらライトなしのステラナビゲータ11でございます。リコットの天文学スタジオといえば、チャンネルの初めの方に投稿した春の星座、夏の星座、秋の星座、冬の星座っていうものがあります。そちらでは国立天文台の三鷹というソフトを使っているんですね。でそれを今回ステラナビゲータを使って新しく投稿し直したいと思います。前に出した動画の単なるリメイクではなくて、さらに内容も解説もパワーアップした動画を制作する予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。そして今後制作する動画を見逃さないためにも、今のうちにチャンネル登録ボタンを押してくださると嬉しいです。ちなみに三鷹の春の星座、夏、秋、冬の星座のスタイルを踏まえて、全ての星座の動画を、ほぼ同じ時期に投稿したいと思います。11月、遅くても12月までには春夏秋冬すべての動画を出したいと思います。真冬に夏の動画が出るかもしれませんが、ぜひご覧ください。要するにいつでも好きな季節の星空を楽しめるということだと思います。それが YouTube の動画の良さだと思いますし、天文シミュレーションソフトの良さでもあると思います。ということで今後の動画もぜひ楽しみにしていてください。これからもリコットの天文学スタジオどうぞよろしくお願いいたします。というわけでステラナビゲーターライトを紹介してきました。ライトと言いながら機能の充実さ全然ライトではありません。星空や星座気軽に楽しみたい方に強くおすすめしています。リコットの天文学スタジオでは街中からでも星が見たいをコンセプトに動画を制作しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。